温宿町立温宿小学校は、千葉県泉郡温宿町久保にある公立小学校。五輪校という別名を持つ。元気に学ぶから体も頭も心も元気。概要温宿小学校は、五輪校の別名を持つが、その由来は以下の通りである。1902年9月28日、暴風雨により、温宿小学校の校舎三棟がすべて倒壊し、村内の 各寺院を教室として授業を行うことになった。当時のご宿村の財政では校舎の再建は不可能であったため、御宿小学校校長の伊藤喜一郎は校舎再建費用を捻出するため、全村民に対して1個あたり毎日5輪ずつの日掛け貯金を呼びかけた。この貯金は全村民の協力のもと、1907年5月1日に正式に発足し、 1912年5月1日からは1個、あたり1日一銭に値上げされた。この結果、1914年7月までに1万5千、余円の貯金が集まり、共同貯金会の寄付金と合わせ3万余円となった。新校舎は1911年4月に寄港し、1914年7月に落成した。桜連隊区司令官の黒田義治は、 音塾を訪れた際に、この五輪校貯金と呼ばれた貯金の話を知って感激した。黒田は後年1930年10月伊藤元校長を訪問し、五輪校と書かれた変額を寄贈した。五輪校は五輪校と儒教の五輪、学校を意味する校等、それぞれ書けたものである。この変額は、 校舎の玄関に掲げられていたが、1967年に校舎が全面改築された後は校長室に飾られている。音塾小学校では児童会活動の中に五輪委員会があり、同校における望ましい児童の姿を表す言葉として五輪の子という表現がされている。また、音塾小学校のホームページは五輪の広場と命名されている。ありがとうございます。